審判導入について、うん、サッサンの意見としてありかなしか。で俺はどっちでもいいけど、多分あの打率は下がるよ。一気に投高打点になるよ。あのとんでもないやつストライクになるからね。ベースの立体のところをワンパンでもそこ一瞬でも通ったストライクになるから。だからキャッチャーブロッキングしてんのにそこ通った判定だったらそれストライクになるからね。であと高低めっちゃ高く広くなるからね。ここぐらいまでストライクだから。あとコースめっちゃ狭くなるよ。多分外スラとかほぼボールになるんじゃない。これがもしベースだったらここぐらい取らないと外スラストライクにならないからね。ここで取ってたら絶対ボールだからね。今の人間がやるとストライクになるけど、こことかここで取ったら絶対ボールなの。でもそれをボールやろうって言えないの。あと日本でやるとあの地方球場試合できなくなるからね。北陸シリーズとか帯広釧路とかね、もうそういうところで試合できなくなるよ。アメリカはもう絶対その球場でしかしないからね。